皆さんこんこにちはレック専任講師でで司法書士の野貞子です今、日はですね今司法書士の資格に興味を抱いていらっしゃる方またはすでに司法書士の勉強を始めていらっしゃる方を対象にいたしまして令和3年の民法不動産登記法改正 えー、これはつまり相続登記義務化関連法案と呼ばれていきますがこの相続登記義務化の改正法によって、えー、司法書士業界が一体どのように変化していくのかということをお話をさせていただきたいと思います、えー、今司法書士を取り巻く現状は非常に大きく変わってきておりまして、えー、これはですねあの過払い金のバブルがあったと言われるあのグレーゾーン金利が、えー、廃止される前の状況の前触れに 少し似ているような気もいたします。非常に使用者真にとっては追い風のチャンス到来といったところでしょうか。えー、業界の本職たちはもうそのですね前触れを早くも感じていると思います。私の事務所にも相続登記のですね依頼が非常に増えてきております。そういったこともあって。 これれから司法書士を目指してて頑張ろうとされている方、ちょうどその方たちが司法書士として巣立っていく令和5年6年7年といった令和5年6年7年以降に一体どのような変化が司法書士に起こってくるのかということを簡単にお話をしていきたいなと思いましてこの講義をさせていただいている所存です。 えー、そのためにはまずその令和三年の民法不動産登記法の改正の概略についてお話をさせていただこうと思います。えー、これはですね、法務省があ公表しております資料に従って、えー、説明をさせていただきます。後ろに書いてあります令和三年民法不動産登記法改正相続土地国庫帰属法のポイントというこちら法務省の民事局が、えー、法務省のホームページに公表している商業利用もできるうあのー、資料ということになっています。皆さんも お手元のパソコン等で検索していただければすぐ確認をしていただくことができるかと思いますのでぜひですねあの目を通して見てほしいなというところです非常に分かりやすくできておりまして本当にこの民事局のこれ作成された方あのー、のですねなんて言うでしょう えー、思いも伝わりますし非常にこれを皆さんに、えー、理解していただきたいというです、ね、熱い思いが、まあふれた資料になっておりますから私はこの資料本当に隅々までもう本当に一言一句なめるように読んで、まあ、ある程度ですね、えー、もう覚えてしまっているんですけれどもこの資料本当にお勧めですからぜひ皆さんですね少なくとも司法書士になろうと思ってらっしゃる以上です、ね、これ目を通してほしいなと思います。私この資料を使いままして、えー、全国北は北はは海道から南は沖縄まで司法書士から 主催のの本職に向けたた改正法の解説講義を何回か実施したことがございます直近ですとこの間東京会の方でも東京司法書士会の方でもこの資料を使いまして解説する研修講義現役,の現役の司法書士を相手にした研修講義をやってまいりました。ですのでそういったことも踏まえて少しお話をしていきます。 さあそれではそもそもこの改正のポイントというからには、えー、今回の改正は一体どんな背景を持っていたのかということからお話をしていきますそれがですね、えー、こちらです所有者不明土地問題、えー、こちらにターンを欲するんですいわゆる相続登記が今までですね義務化されていなかったんです でよって相続登記をしなくとも特に当事者が不利益を受けることがなかったんですねでそういったこともありまして何代にもわたって相続登記がされていないという土地が非常に多く見られるようになったと。で今回の所有者不明土地 こちら所有者不明土地の割合22%なんていうふうに書いてありますよね。で22%の所有者がわからない土地のその理由の一番多くを占める理由が相続登記が未了であるということに由来するからなんです。由来するんです。こういったようなことを受けまして、これからですねますます高齢化社会が失 進展していきまして、えー、この相続登記を義務化しないことによる所有者不明土地問題の増大というのはますます深刻化する恐れがあるということから、えー、所有者不明土地問題をですね解決するということが、えー、非常に急がれる事態となっているこれがですね、えー、改正の背景なんですそこで、えー、どのような改正法をポイントとして改正法を えー、規定していったかと言いますとまず、ですね所有者不明土地問題を発生することを予防するために登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しというものがまず挙げられるわけなんです。 これはいわゆる相続登記の義務化そしてえ住所を移転してしまった場合にその所有者の登記記録上の住所を変更することも今まで義務ではなかったそうしますと所有者の名前が登記されていても現住者が分からなければ結局どこにいるのか分からないということになってしまいますですので、えー、所有者が住所を変更したり氏名を変更したりした場合にはそれらの住所変更登記氏名変更登記の義務化そして、えー なら並びに義務化をするだけではやはりですね、えー、国民に負担を押し付けることになりますから相続登記や住所変更登記をそもそも簡素化し合理化していこうというような改正、えー、これがまず発生を予防するための改正ということになっていきます。そしてて、えー、続いてですね では相続をしたはいいんだけれども自分はその土地を利用する予定もそして他人に貸していくような予定も全くないとそもそも、えー、土地の所有権を取得したはいいけれどもこれ管理をすることができない国に引き取ってもらえないだろうか、えー、で今まではなかなかあの不動産の所有権を放棄いわゆる捨ててしまうということですね放棄していくということが、えー、事実上できなかったんです。でもおそれがためにです、ね、結局 管理が行き届かなくなり、えー、この間の熱海のいわゆる、えー 土石流などの被害などああいった管理が行き届かない、えー、土地が出てしまうことによって結局周辺住民等の命や財産に多大な損害を及ぼす恐れが出てくることになります。よって土地を手放すための制度を新設しようとでこれが相続土地国庫帰属制度というです、ね、新しい相続によって取得した土地を国庫に引き取ってもらうという制度を創設すると。 これによって管理が行き届かない土地というものの発生を予防していくということになっていきます。そして土地利用の円滑化。これはですね、いわゆる所有者の不明な土地についてですね、それが所有者が不明な土地を結局管理が行き届かなくなってしまって、現状今にもですね、倒壊してしまいそうな建物がそのままになっている。また、 お隣さんが空き家であって、ね、その草ぼうぼうそれこそ植木の手入れも行き届かずにですね、えー、もう枝,枝や根っこが伸び放題なんていうようなですねお隣さんの空き家その空き家についてですね その隣に住んでいらっしゃる方は多大な迷惑を被るだけれども現状空き家であるからこれいかんともしがたいのかというようなまさに土地利用における円滑化についての改正というものを三本目の柱としていったわけなんですねこういった所有者不明土地を発生を予防しそして発生を予防する一環として土地を手放すための新制度を創設しそして現に所有者不明土地になってしまっているものについて土地利 用並びに管理をですね他人がある程度口出し等できるようにするように円滑化していくとこういったですね改正の3本柱3本柱というかまあ二本柱ということになりますかね発生の予防と現状を生じている所有者不明土地問題の解消並びに円滑化でこれら施工日を見ていただきたいんですが。 実は、この民法等の一部を改正する法律、一番最初に施行されるのが、実はこちらですね。えー、ここです。令和四年のあ失礼しました。令和五年の四月一日、つまり令和五年の四月一日ですから、ここですね。もう来年の四月一日から、実は民法と不動産登記法の一部が先行施行になります。で、これは具体的には、民法の共有制度についての改正と、不動産登記法についてのですね。えー 遺贈による登記そして相続による登記義務化の部分はこちら6年の4月1日なんですけれどもその義務化の前提として第1弾。 えこちら私、こちらの方見た方がいいかな、こちらの方行った方がいいんですかね、えー、義務化は令和6年の4月1日なんですが、その第1弾の改正が令和5年の4月1日、不動産登記法の改正です、もう来年の4月1日に控えております。ですので、令和5年、2023年に司法書士試験を受験される方から、改正法の影響が出てくるということになります。 そして本丸としての相続登記義務化が令和6年の4月1日、つまり2024年の4月1日に相続登記義務化関連法案が、えー、全面的に施行されていきます。そして、えー、さらにですね、先ほどちょっとご紹介したいわゆる、 住所移転などの登記、ねえー、住所変更等の義務化の改正、えー、等については、ちょっと住民票、住基ネット等との連携に少しシステム上時間がかかることから、これ、えー、政令で定める日となっておりまして、具体的には、えー、令,和あ令和8年にです、ね、あの施行される予定で、えー、あります。 ですからちょっとこちらの方はまだまだ先なんですけれどもでももう先行施行は令和5年4月1日相続登記義務化は令和6年4月1日そして、えー、相続登記国庫帰属法は令和5年の4月27日この相続登記国庫帰属法についての施行は令和5年の4月27日を予定しております。 とということで、えー、決して、えー、先の話でではないんですねですのであの私たち司法書士も非常に今この対策にですね、えーまあ、ある意味事前準備を、まあ、行っているような状態になっていくわけなんです。皆さんが一番こう試験で、えー、影響が出てくると思われるのがこのですね <laughs> 民法不動産登記法の令和5年の4月1日施行の 部分とということになります4月1日施行の部分というのは、えー、具体的には遺贈による所有権移転登記これが共同申請から単独申請に変わっていくということまた、えー、遺産分割による登記申請のお、まあ、構造が変わっていくということそして、えー いわゆる求民担保権と呼ばれるですね、ずっと長らく抹消せずに放置されてしまっていた抵当権などの抹消登記の手続きが変わっていくということ、えー、これが大きく不動産登記法では変わっていく内容となりますそしてですね、民法に関して言うと共有関係の規定が大きく変わっていくことになりますこのような改正がまず令和5年の4月1日に来ましてで えー、相続土地国庫帰属法は4月27日になってくるんですがこれはですね、まあ、ちょっと民法ではないので司法書試験にどこまで大きな影響を与えるかというのは正直微妙です,、えー、でですのでこれについては試験的にはさほど重要ではないのかなというふうには考えております。 そして本丸が令和6年4月1日いわゆる相続登記義務化というものがドーンとくるこの令和6年4月1日ですから試験的にはまず令和5年の試験でもって第1弾で本丸が令和6年の試験において影響してくるというふうにご理解いただければと思います。 さあそれではですね、えー、実務に与える影響というのは一体どのような影響があるのかということなんですがこれはですね、えー、計り知れないプラスの恩恵を我々司法書士が受けていくというふうに予想されますもう早くも土地をお持ちで、えー、代々ですねあの相続しているような土地をお持ちであるような方ないしは投資用物件を何件も持っていらっしゃるような方、えー、そういったようなあの 不動産をです、ねえー、まあ所有することについての関連、えー、法令等についていつもこう何でしょう情報収集に余念がないような方などから早くもこの改正法のニュースを聞きつけていや実はあ,のあるんだよね相続登記してない不動産、ね、ずっと見ないようにしてたんだけど今度義務化されるんだってと。 義務化されるっていうことこは、えー、相続登記を放置するわけにはいかないよねというようなことでどうせやらなきゃいけないんだったらもうあの正直ですね、えー、もう腹くくってやるわなんというようなご依頼を、えー、令和そうです、ね、3年の年末あたりから、えー、令和4年今年の頭、えー、以降非常にいい相談を受けております。そそれもそのののはははずでして実は相続登記この義務化関連法案というのは 過去に生じた相続についてもこれ、実は適用されれてしまうんですこれですすこね施行日が先ほど言いました令和6年4月1日その前に発生した相続についても相続による所有権の取得を知った日と施行日といずれか遅い日から3年,以内3年以内に相続登記を申請しなければ最大で10万円の過料の制裁というのを受けてしまう。 施行日である令和6年4月1日前に相続が発生したケースについても登記申請の申請義務は課されますよ。 で申請義務の履行期間については施行前からスタートえ、えーあまあ、具体的には施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間3年間がスタートする具体的には相続開始後相続によって事故が具体的に不動産の所有権を取得したことを知った時と施行日このどちらか遅い方の時点から3年間ですから 例えばひいおじいちゃん戦争で亡くなったひいおじいちゃんの代から相続登記してないなんていうそういったようなです場合においても、えー、事故がその土地の所有者であるということを知った日から、えー、と施行日と見比べて、まあ、具体的には施行日の方が遅いでしょう施行日から3年以内に相続登記をしないと最大10万円の過料の制裁というのを受けてしまうということになるわけなんです。でこちらについてはですね 過料の制裁については、えー、もちろん正当な理由があると考えられる場合には、えー、こちら、過料の制裁は免れていくことにはなるのですが正当な理由がないのに登記申請義務に違反した場合には10万円以下の過量のの過制裁の対象となる法務省側の考えとしてはこれはある程度しっかりと取るという意向だそうです。 要すするにお飾り的なですね、まあ、ある意味、えー、実際には運用で、えー、取ってませんよということではなく、えー、比較的しっかりと取るつもりであるというようなそういったよあの見解を明らかにしておりますから、まあ、正当な理由がないのに登記申請を3年以内にしないと過料の制裁があるとこういったようなことを受けてもうすでに今年の頭あなどからうちの事務所でも、えー、何人もの地主さんの方から相続登記の依頼をいただきました。ということはもう早い意識高い系のですね、えー 不動産をお持ちで相続登記が過去に魅了であることをまあ自分で知っている気づいている方たちはもうぼちぼち動き始めているそうであるならばこれ施工されたここですよね令和6年の4月1日以降これ施工された後にどれだけの需要ニーズが我々司法書士のところに押し寄せてくるのかでそういったことはですねもう容易に想像ができます。 で今でこそ不動産投資家ですとか、えー、代々土地で収益を上げている地主さんですとかそういった土地についての関連法令に詳しい方たちが第1波として動いているようなイメージがありますがこれがもう施行日を迎えましたら普通にイマイホームを取得しているような一般の方たちも「え相続登記義務化なの?」ね いや実は親父の代に三輪買ったんだよね三輪、えー、どうせ使い道ないからそのまま親父死んだあと、えー、相続登記してなかったというようなものも含めてですねどん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 ,どんこう我々司法書士のところに依頼が来るというふうに予想されます。ですから非常にそういう意味ではこの令和6年以降の司法書士は熱いんです、熱いんですこれ、あのー、現役の司法書士だったらみんな分かってます。 そして、えー、それをです、ね、見据えていかに自分が効率よくそれらの仕事を取っていくかということをです、ね、多分虎視眈々と虎視眈々とというのはちょっと人様の、ねえー、亡くなられた、えー、死亡ということをきっかけに生ずる相続その仕事を虎視眈々と狙うなんていう言い方をするのはちょっと品位がないんですがでもあの内心ではどうやって相続の仕事を、ね、獲得していくかということは絶対考えてるはずです私も含めて。で そうであるならばこれは令和6年の以降にですね司法書士になる新人の司法,書士にと司法書士にとっても非常に大きなチャンスになっていきますですから、えー、皆さんが今司法書士ってどうなんだろういろいろね調べていらっしゃるような状況にあるならばちょっとぜひこの資料等をね、えー、ご,ご確認いただいてあそうかこれだけこういうふうに変わっていくんだ、ね、というようなことをぜひ知った上でですね、えー その上で司法書士という,う試験の資格の魅力を認識していただきたいんです非常にこれ魅力あると思いますよで先ほど試験にはちょっとあ,あまり影響ないかもねというふうに申し上げた相続土地国庫帰属法なんですけれどもこの相続土地国庫帰属法については確かにその通りここはあの 民法でも不動産東京でもない特別法ですからこちらの令和5年の4月27日から施行されるんですけれども、まあ、実際には試験的にはあまりその大きな影響はないと思いますただしこれも、ね、実は司法書士の実務においては非常に追い風になるんですなぜかというとこの相続土地国庫帰属法の申請これ法務大臣の認可を受けなきゃいけないんですがこの申請 法務大臣の承認か承認を受けなきゃいけないんですが申請先が法務局になっているんですということは法務局に申請して法務大臣の承認を受けて、えー、国に引き取ってもらうで、法務局に対する申請だったら我々司法書士が、えー、実はあの申請書を作成する権限を持っているんですですからこれはですね、えー、他の侍も狙っているそうなんですがダメですよ絶対司法書士があの独占できると思います司法書士と弁護士かな、えー、がですねあのそれらの 申請書そして必要な添付書類等も非常にたくさん、えー、細かくありますからこの相続によって取得した土地を手放すための法務大臣の承認を受ける手続きについても司法書士が業務として、えー、関与していくことができることが期待されています。 非常にあのこれはです、ね、もう楽しみですあのどういうです、ね、新しい仕事が増えてくるんだろう、ね、相続登記が義務化されて多くの人が相続登記とむ真面目に向き合ってそしてやらなきゃいけないものとして認識していただくことによって我々司法書士の活躍の場が広がりますしそしてまた新たに、ね、こういう新しい仕事の分野も広がってくる、ね、もうこれはもう本当に私は、えー、言い方悪いですけども本当にあのワクワクしております。 司法書士の将来の可能性というものを考えると本当に司法書士を取り巻く状況というのは追い風だなと。 今ただでさえ不動産が好景気ですので好調、えー、に動いておりますから司法書士はみんなあの忙しくしくておりま,す、えーままあ儲かって儲かってしょうがないなんていうそんなえげつない表現を、ね、SNS などで発表したら叩かれちゃいますからそんなことは皆さん言わないんでしょうけれどもでも私の周りの本職たちの稼ぎっぷりを見てみましたらおお資本書士すごいなというふうに思います。 多分あの相当な年収アップしてるんじゃないでしょうかうちの事務所も、えー、あまり不動産の当期の仕事を積極的にやってはいないんですけどもそれでもですね去年より1.4倍ほどの報酬アップいたしました、えー、非常に市場所長を取り巻く状況は明るいということは申し上げておきますで、そういった年収のこと等もですねちょっと皆さんに機会があればまた別の機会にお話をさせていただきたいなと 今日はですねこの令和3年の不動産登記法民法の改正並びに相続土地国庫帰属法これらの施行によって司法書士がどういう影響を与えて、えー、受けていくのかという話についてですねさせていただきましたので、まあ、皆さん方の、えー、司法書士を目指すかどうかのその なってでしょう。選択の一つになっていただければなと、選択をする際のまあ一つの情報として役立たてていただければなというふうに思っているところです。それでは今回私からの話は以上にさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。